皆さんこんにちは。本日の行慶先生との対談の講師は高柳由紀先生です。講師歴はまだ半年ですが、一般や学生の教室を担当され、一人一人のコミュニケーションを大事にしながら指導されている先生です。それではどうぞ。暁小法学院林田行慶です。本日は高柳由紀さんを迎えていろんなお話したいと思います。よろしくお願いします。まずね、書道を始められたきっかけみたいなんてありますかね。私子供の頃にちょっと毛筆の方してたんですけども、それから全然してなくて、でずっとの会社勤めしてまして、はい、まあ、いつかやりたいなと思ってたんですけども、はい、それちょっと会社も退社しましたので、はい、そのタイミングでちょうど近くの教室の広告が入りましたので、はい、それで行きました。それはどちらの方の教室ですか。痛みのラスタホールというところ。ラスタホールですか、はい、あ、そうですか。ラスタホールに最初行かれてたわけですね、はい、で、大筆はまたね、竹川先生に習っておられるわけですね、はい、その2年後ぐらいに始めました。あ、そうですか、はい、まあ、療法してもらったらね、はい、一番復習にもなるしね、いいと思います、はい、で、先生は最近ですよね、いつから。そうなんです、去年の10月デビューです。なんかすごい、一生懸命やってもうて、はい、なんかもうありがたいんですけど、はい、生徒さんにね、教える教え方、なんかどういうふうなことを気をつけてられてますか。はい、まだちょっと駆け出しなので、はい、そういう心得とかっていうのはまだまだなんですけれども、はい、できるだけもう皆さんの生徒さんには教室に来て字を書くことが楽しいとか、はい、っていうことを大前提にして進めていきたいなと思ってますので、まずそこ、まあ、字を書くのが好きになるとか、はい、楽しいっていうのを、まあ、やっていきたいなと思ってるのと、プラスやっぱり字が早く上手になってほしいなっていうのがありますので、はい、そこをちょっと、はい、いい先生、素晴らしい先生ですね書道を楽しくしていただいて、まずうまく早くしていただける先生、まあ、本当に先生の鏡みたいですね。いや、もうあれは関係ないですよ、駆け出しとか。私はもういつもそう思う、何をしても駆け出しであるとか長いことやってるとかいうのは、私もどんなことやっても関係ないです。やっぱり明るくてね、やる気のある気力を持った先生が一番素晴らしいと思ってます。あと、まあ、書道以外にですね、趣味とかございますか。趣味っていうか、今ちょっと行けないんですけども、ちょっと旅行が好きで、結構海外の方とか、あ、そうですか、ちょこちょこ行ってました。そうですか、はい、それは私もね、頭の中で、最近仕方がないから、はい、頭の中で旅行したり、本見たりね、して、どんなとこかなと考えたりするだけでも楽しいですよね。はい、本当、行ったこともないところというのは、非常に楽しいと思います。で、あと、まあ、一緒にね、今は、先生始められた、ね、方がいろいろたくさんおられまして、みんなでね、仲良くやられてると思うんですけど、はい、また勉強をね、はい、頑張っていただいて、ますますね、はい、素晴らしい先生になっていただきますように望んでます、はいはい、ありがとうございます。本日はどうもいろいろな話聞けまして、私も参考になりましたけど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。